皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県高校入試、ここ数年の変化についてお話しします。今日この撮影しているのが2月の24日、公立高校の志願変更の締め切りの日です。公立高校の入試は来週の3月の2日と3日なので、公立高校の入試前に私立高校の入試結果から分かる静岡県の入試、こう変わってきたんだよというお話です。私立高校入試から分かる県内高校入試の変化。まず県内私立高校の募集定員、私立高校全体の募集定員というのは1万1640人でした。で、私立高校単眼併願者合わせたこの受験の倍率は 1.43 倍、それほど高くない数字なんですけれど、私立高校の定員に対する私立単眼受験者の割合が 79% ととても高かったんですね。実際に単眼受験者だけで募集定員を超える高校、これはいくつも出ていました。実際には9校で募集定員を超えていました、単眼者だけでね。あと数名で募集定員を超えるというところもあったので、そういう私立高校の人気っていうのはかなり今高くなってきているということが分かります。で、全ての私立高校みんな倍率高くなったかというと、そうではなくて、実は二極化が進んでいます。すごく人気のある学校、今まで以前と変わらないのはやはり人気がなくて、募集で苦労していると、そういう2つの二極化ですね、これが私立高校の中でも進んでいます。それとあと公立高校に関して、公立高校受験者の割合が減ってるんですね。つまり私立単眼に行っちゃうから、公立高校受験する、そういう生徒が減って私立単眼受験者の割合が増加していると、今こういう状況にあります。で、実際に定員割れを起こしている公立高校が増えて、今回の、公立高校の入試では定員を割っている高校42もあるんですね。これ全日制の数字です。つまり私立高校の人気のあるところに、みんな受験者集まって、公立高校受験する生徒が減っていると、これが今現在の静岡県高校入試の状況です。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。